私の名前はサエコ、34歳。二つ年下の夫アツヒトとは結婚して4年が経つ。私は幼い頃に母を事故で亡くしてから父に育てられた。その父も私が大学を卒業して間もなく病で帰らぬ人になり、私は天涯孤独に。だから夫との結婚で家族ができたことがとても嬉しかった。夫婦間の仲も良く、互いに仕事をして支え合う私たちは、自分で言うのもなんだが、順風満帆な夫婦生活を送っていると思う。しかし、私と夫は現在とある大きな問題に直面していた。ことの発端は半年ほど前まで遡る。この日、私は仕事が休みで、義母とお茶をしに町まで出ていた。義母と出かけることは、そうしょっちゅうあることではなかったが、私はこの時間が嫌いではなかった。私のことは本当の母親だと思って甘えてちょうだいね。これは結婚の挨拶の時に義母が私にかけてくれた言葉だ。優しい笑顔とこの言葉に、私は涙が出るほど嬉しいと思ったのを今でも覚えている。ねえ、サエコさん。義母はアイスティーの氷をストローでつつきながら、いつもの穏やかな笑顔でこう言った。100万円貸してくれないかしら。突然のことに思わず私はコーヒーを吹きそうになる。なんなら少し逆流して鼻が痛い。この義母の発言が私と夫を悩ませる大きな問題へと発展していくなんて、この時には考えもしなかった。むせながら私は聞き返す。100万ですって？そうなの。なんとか頼めないかしら。ちょっと欲しいバッグがあるのよ。きっと何かの聞き間違いに違いないという淡い期待は無駄に終わった。義母は私の知る限り自由に使えるお金が少ない。義父は長年郵便局に勤めている人で、義実家は経済的には余裕がある方だと思う。しかし、義父はお金に関して潔癖な人なのだ。特に貸し借りなんてとんでもない。生活費とわずかな義母のお小遣いを義父が義母へ毎月手渡し、何か急にお金の必要があればその都度義父にお金を下ろしてもらうといった感じの生活を夫が子供の頃から続けているらしい。だから義母はお小遣い欲しさにパートをしている。お給料がまるまるお小遣いになっているだろうから、急にお金を貸してと言ってくるのも違和感が大きい。義母にはよくしてもらっているし、私の中で手助けしてあげたい気持ちが少しはあった。しかし、やはり100万は大金だ。私の一存で貸せる金額ではない。アツヒトさんに相談してもいいですか？夫の名前を持ち出すと、義母は血相を変える。ああ、いえ、アツヒトには言わないでちょうだい。怒られちゃうわ。すみません。それじゃあ、私ではお役に立てそうにないです。申し訳ない気持ちで断ると、いつもの優しい表情を曇らせる義母。苛立ったように、ストローで氷をガシガシと鳴らし、じゅーっとアイスティーを吸い上げる。そして、ぽつりと一言。私、サエコさんに嫌われるようなこと、したかしら？あ、いえ、そういうわけでは。睨みつけるような義母の視線に、私はたじろいで言葉を詰まらせた。でも、貸してくれないのよね。はい、すみません。義母は大きなため息をつき、扇子で顔を仰いだ。はあ、いいのよ。所詮、私とあなたは嫁と姑だものね。娘だと思っていたのは私だけだったんだわ。ネチネチという効果音が聞こえてきそうなセリフに、私は耳を塞ぎたくなる。手のひらを返したようにこんな言われ方をして、腹が立つとか以前に、なんだか悲しい気持ちでいっぱいだった。
何も言い返さない私に義母はやり場のない感情をぶつけるように。お会計しておいてね。それじゃ。自分の荷物を持って帰って行ってしまう。残された私は伝票をしばらく無言で眺めるしかできなかった。帰宅後、私は義母にお金を貸してほしいと言われたことを夫に話すことに。義母は夫に話さないでほしいと言っていたが、どうにも義母の様子が変だったのが引っかかっていた。夫は驚きながらも、私の話を真剣に聞き、母さんがそんなことを嫌な気分にさせたよな。ごめん。私は首を横に振る。あ、それはいいのよ。ただ、お母さんが心配で、欲しいバッグがあるなんて言っていたけど、本当は何か違う理由がある気がするの。そんな会話をしていた時だ。噂をすれば何とやらというやつで、義母から私へ着信があった。夫にも聞こえるようにスピーカーモードにして私は電話に出る。ああ、もしもし、さやこさん。今日話した100万円のことなんだけどね。もう一度考え直してもらえないかしら。私のパート代から毎月返すって約束するわ。まだ諦めていない様子の義母に困り果ててちらりと夫を見ると、夫は電話を代わってとジェスチャーしている。スマホを渡すと、夫は、話は聞いたよと義母と話を始めた。私のそばで夫が聞いていたとは思わなかったのだろう。さえこさんたら、告げ口したのね。義母がそう怒っているのが聞こえてくる。夫は子供じみた義母の言葉に、やれやれと首を振り、どうしてもって言うならせめて俺に相談しろよ。さえこ困らせるな。と義母に注意をしてくれた。だって、さえこさんなら優しいからすぐに貸してくれるかなって思ったの。確かに義母のお願いに一瞬でも迷ってしまったあたり、義母の見立ては合っていただろう。夫はしばらく考え込んでいたが、ややあって口を開いた。はあ、仕方ない。今回だけだからな。このお金は、俺とサエコが一生懸命働いたお金だってことは、くれぐれも忘れないで使ってくれ。借用書もちゃんと書いてもらうし、もちろん返済もきちんとしてもらう。夫の決断に義母は何度もありがとうと繰り返した。後で夫に聞いたことだが、義母は質素を好む義父に合わせて、自分の買いたいものもほとんど買わずに過ごしてきたらしい。人のお金を借りてまでというのは褒められたことではないが、夫も思うところがあったのかもしれない。後日、夫との約束通り借用書を書いて100万を受け取った義母。しかし、これが悪い流れを呼び込んでしまう。義母は懲りもせずに、お金を貸してほしいと言ってくることが増えた。日によっては1万、3万など金額はバラバラだが、少しずつ、確実に借金の額は増えていく。私も夫もどうしてもと言われて結局は貸してしまっていた。返済をしてくれと訴えても家族であることを持ち出して埒が明かない。厳密に返済日を決めていなかった私たちも悪いのだが、義母はそれを逆手に取り、お金を1円も返してはくれなかった。実際私たちが母だから、義母だからあと強く出られないところがあるのを義母はよくわかっていたのだろう。加えて借用書がどれだけの効力を持っているかなど義母はかなり軽く考えているようだ。しかし、親しい仲にも礼儀ありという言葉がある。礼を書いた義母の言動には私も夫も次第にうんざりし、義父に全てを打ち明けることも視野に入れ始めていた。本当は、もっと早くにそうすべきだったのかもしれない。もういい加減にしてください。私はもう何度目かの大きなため息をついた。さえこさん、そんなこと言わないで。電話の向こうから今日も義母が猫なで声で私を説得中だ。もう私たち夫婦が貸したお金は200万にもなっているんですよ。
パートのお金で少しずつ返してくれるってお話だったじゃありませんか。私がピシャリと言うと、義母は、でもと口ごもる。ともかく、今後は返済のご連絡以外は受け付けませんから。返済もせずにお金を借りようとしたら、今度こそお父さんに言いますからね。義母はまだ何かを言いかけていたが、私は問答無用で通話を切った。一週間が経過し、義母から私へメッセージが届く。またお金を貸してという内容だと思っていた私は、内容を見て驚いた。返済の用意ができたので、私一人で義実家へ取りに来てほしい。簡潔に言えば、そういった内容だった。もちろん、俺も行くよ。夫は、私を心配してくれたが、私は義母の指示通りに、一人で義実家へ向かうことに。その代わり、私は夫に、とあるお願いをしたのだった。約束の日、私は予定通り、義実家を訪れていた。200万入れておいた。そう言って、義父が茶封筒を差し出す。確認させていただきますね。念のために、私がその場で1枚ずつお金を数え始めると、義父は私を一喝した。援助される立場のくせに、その態度は何様だ。まずは礼くらい言え。義父の激しい言い方にもびっくりしたが、援助という言葉に私の指が止まる。はい？むしろ援助差し上げたのは私と夫の方ですが。私の言葉に義父は不快そうに眉を寄せた。何？母さんの話では息子夫婦が困ってるから援助してやってほしいってことだったが。私と義父の目が同時に義母へ向く。義母は途端に顔面蒼白でうつむき、決してこちらと目を合わせようとはしない。おろおろとした義母の様子で、私の言っていることが本当だとなんとなく分かったのだろう。義父は、私にどういうことなのかと聞いてきた。半年くらい前から私たち夫婦がお母さんにお金を貸し続け、その額が200万まで膨れ上がったんです。パートのお金から少しずつ返すというお約束だったのに、1円も返してもらっていません。今日はようやく返していただけると、お母さんにご連絡をいただいてこちらへ伺ったんですが。ああ、違うわ。あなた騙されないで。サエコさんは嘘をついているのよ。義母が取り繕おうと必死に口を挟むが、私は説明すると同時に、借用書を義父に見せていたため、義母の言い訳は通用しない。義父は、信じられない。とわなわなと震えていた。ちょうどそのタイミングで夫が義実家へ合流。私のお願いにより、夫はある人物を彼女が住んでいるアパートまで迎えに行っていたのだ。夫が連れてきた人物は、夫より5歳年下の義舞の茜だった。それを見た義母は、さらに顔を青くしている。どうして茜がいるんだ？首をかしげる義父を尻目に、義舞はむすっと唇をへの字に結んで、ふてぶてしくその場に座った。今まで私たち夫婦がお貸しした200万は、全部茜さんの生活費に回っていたんですよね。義母は何か言おうとしたが、言い訳はもう通じないと諦めたのか、がっくりと肩を落としてうなずいた。義母の話によると、もともと遅刻や無断欠勤、業務中にサボってスマホゲームをするなどと、不真面目さを周りから注意されていたという義舞。あまりに怠慢が過ぎること、そしてもう何度目かの大きな仕事上のミスが原因で、会社をクビになったそうだ。その事実を義舞に告げられた義母は、実家に帰ってきなさい。と言ったそうなのだが、お父さんに怒られるから絶対に嫌！義舞はその一点張りだったのだとか。そうだ、お兄ちゃんたちならきっと子供もいなくてお金も余ってるわよ。ねえお母さん、なんとかお金もらってきて。
てくれない？義舞はさも良案と言わんばかりに目を輝かせ、義母にそう提案したそうだ。欲しいバッグがあると最初に私に切り出したのは、お金を借りるための方便だったと、これについても義母は白状した。正直、そんな考えに乗る義母も義母である。最初の100万がうまくいったことで、すっかり味を占めた義舞は、家賃や生活費だけでなく、趣味のアニメやゲームなどにもお金を使うようになっていたようだ。義母は最初こそ義舞を止めていたのだが、お金を好きに使う楽しさに目覚めて、義舞と合流していたらしい。私たちの働いたお金がこんなことに使われたなんて、ろくなお金の使い方をしてないなとは最初から分かっていたことだが、こうして改めて聞くと、なんとも虚しい気持ちになる。どうやって義舞の存在にたどり着いたかといえば、私が義母を尾行したことがきっかけだ。義母は私や夫からお金を受け取ると、その足で義舞に会いに行き、お金を渡していた。義実家に私一人でと言われた時は少し不安だったが、こうして呼び出してもらえたおかげで、すべてを暴露するいい機会となった。義母としては200万を義父に払わせつつ、私を悪者にしたかったのだろうけど、お兄ちゃんもさえこさんも子供もいないのにたくさん稼いでるじゃん。家族なんだし、仕事をなくした私のことを助けてくれてもいいでしょ。そもそもお母さんがお兄ちゃんたちに借りたお金なんだから、私関係ないし。周囲の目にいたたまれなくなった義舞は、保身に走って言い訳を口走り、私が悪いの。とさめざめと泣いている。自分の身勝手のために、私だけでなく、実の家族まで巻き込んで、言い訳も甚だしいとは、まさにこのことだ。私と夫が呆れた目で義舞を見つめていると、義父の怒鳴り声が飛ぶ。二人とも、いい加減にしないか、みっともない。義父の剣幕は、先ほど私を怒鳴りつけた時とは比べ物にならないくらいのものだった。鬼が実際にいるとしたら、こんな顔をしているのかもしれない。お前たち、いい年をした大人が、人のお金を、恥を知れ。さえこさんと厚人に謝罪しないか。義父の怒りの形相に、義母はガバッと畳に頭をこすりつけて謝罪の言葉を繰り返す。まるで念仏のように、ごめんなさい。と言い続ける義母の姿は、ひどく哀れだった。だが、騙されてはいけない。義母は、少しでも多くの同情を引きたいだけだ。一方で、義舞はむすっとした顔のまま。お父さんが200万返したんならもういいじゃん。義舞の言葉に、堪忍袋の尾が切れたのだろう。義父は義舞に近寄ると、両肩をつかみ、半ばねじ伏せるようにして、畳に頭を押し付けられる。痛い！やめてよ！謝るんだ！それから、この200万は長い時間がかかっても、きちんとお前たちに返してもらうから覚悟しておけ！義父が義舞を張り倒すと、義舞は泣きながら、ようやく私たちに謝罪の言葉を述べた。ごめんなさい！義母と義舞の泣き声が響く中、義父は、改めて私たちに頭を下げて謝罪する。二人とも本当にすまなかった。特にさえこさん、さっきは怒鳴りつけて申し訳ないことをした。そして義父は泣いている義母と義舞に目を向け、お前たちにはほとほと愛想が尽きた。もう縁を切りたいくらいだ。と冷たく言い放つ。縁を切るイコール離婚と結びついた義母が弾けるように体を起こし私にすがりついてくる。離婚なんて嫌よ、さえこさん。お父さんを止めてちょうだい。あなたも私の娘でしょ。
私の味方をしてくれるわよね。私は茜を守りたかっただけなのよ。もう何度こんな都合のいい言葉を聞いただろう。私はすがりついてくる義母の手を取り、ゆっくり引き剥がした。お母さんに初めてご挨拶した時、本当の母親だと思ってくれって言ってもらえて、私本当に嬉しかったんです。表情がパッと輝く義母。私は言葉を続ける。でも実際はお母さんは都合のいい時ばかり私を娘と呼んで、私の気持ちを考えてはくださらなかった。そんな母なら私いりません。義母は瞬時に顔を歪め、鬼嫁と私を罵倒した。そんな義母を義父が押さえつけてこう言った。あとはこちらで型をつけるから、お前たちはもう行きなさい。私は義母に目を向けることなく、200万の封筒をカバンにしまう。茜さん、元はといえば、あなたの甘えがこれだけ家族を傷つけてめちゃくちゃにしたんですよ。お母さんも間違っていたけど、あなたのしたこともそれ以上に最低です。しっかり反省して、お父さんにお金を返してくださいね。義妹にそう声をかけると、私と夫はその場を後にした。数週間が経ち、義父が私たちの住むマンションを訪れた。迷惑をかけた。と差し出した包みを開けると、中には50万もの大金が。私が返そうとすると、ああ、これは少ないけど慰謝料にしてほしい。と、義父は譲らない。夫の後押しもあり、お金を受け取る。改めて私たちに謝罪した義父から、その後の話を聞いた。義母は最後まで嫌だとわめいていたが、無断で義父のカードにも手をつけていたことも発覚し、結局離婚となった。義妹と一緒に家を追い出され、今では互いを責め合いながら親戚の経営する民宿で住み込みの仕事をする日々なのだとか。実は義実家での騒動の後、私の妊娠が判明し、夫も義父もとても喜んでくれている。返済してもらった200万と義父のくれた慰謝料の50万は、生まれてくる子のために使おうと思う。